レッサーパンダ社に来ました。2021年3月にオープンした新しい建物です。レッサーパンダです。こっちに来たと思ったら引き返したな。外に行ってしまった。残念。戻ってこなそうだな。おい、レッサーパンダさん。か。近くまで来ましたよ。可愛すぎる。さすが人気者だけありますね。うろうろ歩いているけど、何かを探しているのか、単なるファンサービスなのか、いつまでも見ていられますね。外にいますね。来るぞ。来た。細い通路を上手に渡りますね。そっちに行かないで。戻って、来た。やった。みんなレッサーパンダにメロメロです。こんなはずでは。しかし休みなく動いているけど、ずっとこんな感じなのかな。このお尻はシマウマですね。顔が見えないな。動かない。角度を変えましょう。ちょっと顔が見えてよかった。これは誰だ？わかりにくいな。餌を食べてるんだね。エミューでした。タビちゃん、動物カフェにやってきました。いろいろメニューがあるんですね。見た目でも楽しませてくれますね。ゾウさんアイス、ソーダ味、耳がチョコビスケット、コアラアイス、チョコレート味、鼻がアーモンドチョコになってる。並んでパシャリ。食べるのがもったいない。ボートがある池にやってきました。お魚もいましたよ。鯉かな。餌もあげられるみたい。道理で寄ってくるわけだな。ボートは手漕ぎボートと足漕ぎボートがあるよ。ペダルボート3人乗り30分1200円、手漕ぎボート3人乗り60分700円、ペダルボートは4人乗りもあって30分1400円。続きはウェブで。これは噂のボート。僕たちは別れません。東山ボートハウスにはカップルで乗船すると別れてしまうという都市伝説があるそうです。うっそ。それを払拭するために作られたのがこのラブチャレンジ号。確かにそんな噂あると商売上がったりだからな。動物園側も必死だな。こら。すごい、スワンボートが並んでいて圧巻ですね。お客さんが来ないと一日中みんな並んで一点を見つめているのですね。ボートはまだまだあって、スワンボート以外にも他の動物のボート、パトカーとか消防車もあるよ。やるじゃないか。陸にもラブチャレンジ号が飾ってあった。なんとか乗ってもらおうと必死だな。そこ。ごめんなさい。足漕ぎボートにしようと決めたのはいいけど、種類がいっぱいあって決まらない。
悩んだ末に選んだのは黄金のコアラボートではなくて消防車。かっこいいね。いよいよスタートです。よろしく頼む。しかしすごいボートの数だな。前方はガラスが少し曇っていて見えづらいです。今日は天気が良くて絶好のボート日和です。ペダルを漕いで進むので足にきます。体が言うことを。近い近い。ぶつからないように注意だよ。危ない。方向転換しないと。消防車なので防災パトロールって書いてあるね。足漕ぎがきつすぎるので逆に助けてほしいくらいだぜ。ボートから眺める池もいいね。周りの景色は穏やかだけど足元は必死。あれはフードコートかな。池に面したテラス席があるんですね。スカイタワーもバッチリ見えました。鉛筆みたいだな。青い空に映えますね。やるじゃないか。操作は真ん中にあるハンドルで。スカイビュートレインが見えます。園内は広いので疲れた時に便利ですね。カモの親子がいましたよ。近づきたいけど細かい操作は難しい。ここに住んでいるのかな。癒されますね。コアラ館も見えました。コアラ館の外壁は鳥山明さんのデザイン。アシカゾーンにやってきました。みんなだらけモードだな。と思ったら活発になってきたぞ。と思いきややっぱりだらけモード。体が言うことを。休日のお父さん状態だな。ペンギンです。休憩中でしょうか。お疲れ様です。泳いでいるやつもいますね。まだ動きませんね。こっちは鳥のエリアですかね。違った、アザラシですね。水の中をスイスイ泳いでいます。自分が主役かのように陣取る鳥。次は子ども動物園に行きます。いろんな動物と触れ合えるみたいです。道路の反対側ですが、橋があるので安心です。やったね。スロープもあるのでベビーカーも OK だよ。子供動物園です。さて、どんな動物がいるのでしょうか。隣に小鳥とリスの森があります。あれ、もしかして入れないね。鳥インフルエンザのせいか。
ここにもアンパンマンがあったよ。くすんでてアンパンマンというより焦げパンマンだな。やった、アンパンマンだ。マスオ、じゃなくてジャムおじさんも。ふれあい広場の仲間たちの紹介ボードです。ポニーにヤギにモルモットなど、子供が好きそうな動物がたくさん。早速ポニーのところに来ました。もしゃもしゃと何か食べています。かわいいね。これはアルパカですね。なんだか少し間抜け顔だけど、それがいいよね。モルモットです。ちょっと遠いな。もしゃもしゃと食べてて可愛いね。ところで触れ合いは、新型コロナの影響なのか、平日はやってないのかよくわかりませんでした。残念。ヤギさんもいました。動かないし、あっち向いちゃってる。横には自由を見せつけるスズメ。手洗いもしっかり。ってこれ、ライオンの口から出てくるんか。タビちゃん。立派な看板に書いてあるのは対馬山猫。説明もたくさんあって、動物園の推しなんでしょうか。絶滅危惧種みたいですね。いました。ちょっと見えにくい位置ですが、なんとか見えますね。見た目は可愛い猫ですね。タヌキです。ちょっと遠いな。上からで顔が見えん。バラ園です。バラの季節ではないので、当然何もないね。こんなはずでは。ぜひ咲いている季節に来たいです。いっぱい楽しんだのでそろそろ帰ります。時間切れです。楽しいひとときをくれた動物たちに感謝。ありがとう。最後にアンパンマンにご挨拶。アンパン、食パン、カレーパン、揃い踏みでしたね。地下鉄駅への階段に動物たちがたくさんいました。最後まで楽しませてくれるね。やるじゃないか。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。